呼びました。ある日、電話が自宅に入りました。東神社の松竹本社玄関口に一人で、何時何時にいらしてくださいと、島津義プロデューサーからのお電話でした。枠のわからぬまま、いつも母と一緒に行動していましたが、その日初めて一人で松竹本社の玄関口に伺い、島津プロデューサーにお会いし、赤坂に参りました。この赤坂っていうのは金言という、旅館がありまして、そこに大体監督たちは台本書きに行くんですよね。で、今はその金言がなくなり、神楽坂に今も山田さんなんかはそこでリッチスカットをしていらっしゃいます。